小樽天狗山スキー場は、北海道小樽市にあるスキー場。天狗山の斜面にあり、小樽港や石狩湾などを一望することができる、ビューポイントとなっている。北海道中央バスのグループ会社、中央バス観光開発が運営している。周辺には、ガラス工房やペンションが立地している。夏場は、山頂の展望台まで、小樽天狗山ロープウェイを運行している。 全日本スキー連盟公認のスキースクールがある。日本国内のスキーは、1911年年に、オーストリア・ハンガリー帝国の軍人、テオドール・エドラー・フォン、レルヒ・少佐が、新潟県の高田市団で、スキー指導を行ったことに始まり、翌年に、オタル高等商業学校校長となる、戸間ベチ・ヒ氏が、高田からスキー3台を持ち帰ったことが、オタルにおける、スキーの始まりとなった。 1923年に天狗山において初の全日本スキー選手権大会を開催し、1927年にジャンプ台天狗山シャンツェを建設。戦後には国民体育大会冬季大会スキー競技の会場となるなど、小樽天狗山は各種スキー競技の開催地となった。天狗山は営林局が所有しており、当初は小樽市がスキー場を開発。 管理していた1952年に第7回国民体育大会開催に伴って北海道内で初めてリフトを設置し、1959年に山頂までリフトを延長した。1961年に永久国設スキー場に指定され、1967年には天狗山シャンツェに90メートル級のジャンプ台が完成した。1978年に 北海道中央バスがスキー場を取得し、小樽天狗山ロープウェイなどを設置して、天狗山の観光開発に乗り出した。なお、老朽化していた天狗山シャンツェは、1999年に大雪の影響によって倒壊したため、撤去した。コース作動その他。ありがとうございます。